岩門城は福岡県中川市山田にあった城。岩門城は標高195メートルの城山山頂に築かれており、現在は登山道が整備されている。城山は眺望が良くて天気の良い日は玄海灘を見渡せる。岩門城は福岡県中川市にあるが、セフリ山の山中を越えると佐賀県に出る。また岩門城は 筑前の博多と田財布の中間にあるため、戦略上の要所にある城である。延久5年に、岩門城は、原田種直の曽祖父である、原田種介が移住して、以後大倉支流原田氏の本拠地とした。樹永2年に、基礎義仲に敗れて、安徳天皇と平氏一門が九州へ逃れた際に、平家の家臣である、原田種直は、平二0で守護して、巨城岩門城に招いた。 その近くに安徳大と呼ばれる安徳天皇が仮の御所を置いたと逸話が残っている。元略2年、兵士が壇の裏の戦いで滅亡したため、原田氏は平家木官僚として領地を没収された。鎌倉幕府は太宰商人に任じた、武藤助よりに原田種直の3700丁を全て配慮して、岩門城も支配したと思われる。以降、代々の武藤氏は、 太宰イ小二職を世襲して、小二氏と名乗った。また、小二氏は代々筑前守護を兼任している。現行の際は、岩門城は、博多と太宰府の中間で、守りの重要拠点となった。岩門城主の小二影助が、鎮西御家人の総司令官として、元軍と戦っている。公安八年、小二氏は下月騒動に巻き込まれ、小二景介は、岩門城で、 兄の小日助と戦い、敗れて自陣する。室町時代に入り、足利一門の渋川光頼が、九州短大兼秘前守護になった以降、岩門城は渋川市の城となった。秘前守護である渋川市の秘前の拠点は、綾部城で、筑前守護で、太宰府に拠点のある小西と戦っている。長京元年、渋川万寿丸は、小二正助に、 綾部城を攻められて、岩門城の近くの亀尾城にて、家臣、安ス森戸に殺されている。明王五年、小二正助は岩門城を支配した。渋川氏は中国地方の大内氏を頼り、翌年には大内氏が岩門城を奪還している。それ以降は、大内氏の家臣が中軍隊を設けて城忠氏を務めている。大内氏の滅亡後は、 大友氏が支配したが筑前を狙った毛利氏と岩門城をめぐって戦っている。大友氏が耳川の戦いで衰退した1580年頃には筑紫氏が岩門城を支配している。豊臣秀吉の九州征伐時期に敗城になった。ありがとうございます。